このルールなら僕らルームシェアします。うわー、いないって8年目から始めるやつね。コンビで。いやそうね、ルールか、うん、ガチで言っていい、テレビ正直つけてほしくない。やばいわ。結構 NG 多い。誰が言ってんだよ。このルールなら僕らルームシェアします。うわー、はい、僕らってここ、はい、ナイチンゲールダンスがこのルール設けてなら、うん、まあルームシェア。今から？今から。いないって、8年目から始めるやつね。コンビで。相当ね、しんどいですよ。多分皆さんが思ってる以上に、うん、コンビでルームシェア見たことない。いや、見たことないで。始めたてはいるけどね、結構。ああ、そうそう、芸歴若くて、東京ホテイソンとかそうだったし。あ、東京ホテイソンそうか。そうだよ。東京ホテイソンなんか始めたての頃、うん、ネタもうまくいってないし、たけるバカだしで、ショーを本当にやっちまおうと思ってた。これをやったらもうその解放されると思ってるぐらい、こうなった時あったと。これで終わってもいいというショーが。そのぐらいやばいんだから。そう、それぐらいコンビでルームシェアするって。やばいんすよ。うん、これ僕よく例えで言いますけど、うん、芸人って言ったら会話することって仕事じゃないですか。うん、じゃあプライベートになった瞬間に、基本的にそんなことしたくないじゃん。うん、したくない。だからそんな相方ってなったら、さらに今こんなこと言ったけど、うん、いやもっとこうして欲しかったとかいろいろ出てくるわけじゃん、うん、それが24時間とかになるから、うん、結果も出てないとか、あと飯食えてないとかだったら、うん、さらにストレス溜まるから、うん、確かに。普通の人が、え、いいじゃん別に仕事仲間でさ、ルームシェアぐらいとかじゃないのよ、うん、その普通の会社の仕事って、うん、その会社でしかできないけど、俺たち喋ってたら勝手にそれ業務内容になっちゃってるから、あ、仕事がね終わらないと。そうなってると。だからたまに言うのよ、コンビでご飯とか行かないんですかみたいな、なんでみたいな言うけど、それって、え、なんで残業しないんですかって言ってるようなもんなのよ、うん、したくないじゃん別に残業。ちょっと言うなよそれ。ほんと言わないでぐらい大変なんですよ。しねえよ俺。したくねえよ。待って、その中でもなめんなよ僕を。どういうルールがあればできるかなと。なぜルームシェアしたことが。いや僕ないよルームシェアしたことを。ずーっとそうか。うん、その点僕はもう7年ぐらいはルームシェアしてるな。いやそうか、最近ですもんね。なんなら一人暮らしの大学の時はしてたけど。なのでちょっと分かるっちゃ分かるかも。じゃあまず1つ目、え、僕たち家族が起きるまでお前は階段の下の部屋から出るな。え、俺ハリー。おハリー出るなお前は。こんな窓しか開けれないの俺。出るな家で魔法の話をするな。ちょっと声似てるなお前。こんなぐらいしか僕は分からないですから。膨らんでルームシェアって言ったら膨らんで飛んでいく。ハリーポッタールームシェアの映画じゃないですよ。あと、いやそうね、ルールか、うん、でもガチでガチで言っていい、はい、テレビ正直つけてほしくない。やばいわ。俺僕めっちゃテレビ見るよ。ああ、もうやだ、俺音やだもん、テレビの音。テレビ NG? 30歳で。俺がいるのは、その部屋に。やだ、うるさい。あ、ヤスさんが部屋を開けてるときはいいと。あ、そう、いなかったらいい。それ大体、どのぐらいは開けてるんですか？え、だから仕事とかのときはいい。でも俺大体家いるから。あ、じゃあ、見たいテレビのときは大体見れない。だって、仕事行くって言ったけどさ、大体お前もその仕事行くか。で、帰って出るときお前も帰ってくるから。確かに、ヤスさんが一人で仕事して僕はテレビ見てるなんて悲惨だよ、それは。これはなんでですか？うるさいから？俺ね、ちょっと嫌なのよ、バラエティの音。うるさいから。勝手に流れてる環境あんま好きじゃないのね。なるほどね。うん。OK、じゃあちょっと待って。一回間取り決めようじゃん、その。あー、広さね。どの感じで想像すればいいのか、ちょっと決めよう。うん。お前これ使うなよ。変な家。これ変な家だろ、お前。これハリーポッターの住んでた家こんなでしょ。知らねえよ、覚えてないよ。まあなんか部屋はじゃあ分かれてる。リビングあって、うん、お前ちょっと待てよお前。お待てよこれ。でこんな、マウスみたいな家ねえだろ。ゼロ円マウス、うん、初期マウス。これで、ね、ここ玄関でしょ。でここバスルームで、ここトイレ。一応そのここクローゼットね。すぐ戻れる。これバックできるやつつけとこう。いらねえって。え、これ何畳？え、マジで俺正直言うとこういうとこ住まないかも。例えば、本当にお互いに干渉しない家とかがいいわ。例えば、ここに中野店がいて、うん、ここリビングで、うん、で、ここ俺みたいな。なんか広いな、お前の部屋。で、ここベランダ。いい加減にしろよ。洗濯物干せねえじゃねえかよ、僕。トイレ。
やめろ。じゃあここシャワーね、ここシャワーこんな真ん中にここシャワーね。まあだから、リビング隔ててると。じゃあここでテレビ見るのは OK でしょ。まあね、ただ音はもう最初まで少し2か3、2から4まで2から4から4音量そう、どんなメーカーでも2からは聞こえないってやって、それで音は俺ほんと嫌だ。あと足音もうほんと静かにして流れてもあと NG ないの。冷蔵庫のものとかさ、どうなの、うん、自分のものを買って、まあ、自分のものを食べられるのやだけど、そんなのまで入れてくって入れないとダメだよ、食べるよ自分のもの俺すぐ食べるよ、人のもの誰と住んでると思ってんだよ。自分の食べ物を食べたい。これ大事よ、ちゃんと言わないと。まああとはまあ生活の方から決めていくか。じゃあ、うん、洗濯とか皿洗いとか、うん、洗濯はどうする。まあでも生活リズム一緒だったらほぼ一緒だろうな。うん、1回交代じゃない。あ、そういうこと。うん、なるほどね、うん、交代でやるとか。そう、あの曜日とかにしちゃうとその日仕事なかったらきついとかあるから。いやでもちょっと中ルティンと同じ洗濯も嫌だな。なんでだよ変えて。確かになんでこっちだって嫌だよ。いやだからお互いのために、お互いに反抗期、お互いでも出そうよ。じゃあおのおのね、おのおのね、洗濯のカゴを用意して、うん、そこに入れていこう。で洗濯してる時に入れよう。うん、そう、それでいこう。同時にしたいってなったらどうする。いやそこはもう乾くタイミングとか的に、うん、いや今洗いたい、いやそれいい、今干したいみたいな、うん、いやそこはだからじゃんけんで決めよう。あ、じゃんけんね、うんうん、じゃあ洗濯はおのおの。うん、でも洗濯おのおのだとしてもさ、そのバスタオルとか、うん、トイレのタオルとか、うん、それはどっちがやるの。これだから実際にどっちやってた、それやってたけど、バスタオルに関してはもうおのおの、マジで自分たちのやつは自分で洗濯する。ああ、そういうことね、うん、だからトイレのタオルとか、まあ正直なあなあでやってたな、うん、手空いてるやつがやるみたいな。なるほどなるほど、うんうんうん、そうか、バスタオルも自分のやつ使うのか。自分のやつ使う。そうか、そう、あのマジ家族じゃないからルームシェアだからな、まあ、飯は別におのおの食うか。食う、マジで食う。で皿洗いも別に自分するし。ただマジで本当に、うん、あの納豆食ってほしくない。え、なんで。ゴミ捨てるじゃん、納豆に、うん、俺マジで納豆のゴミの匂い本当に嫌いで、うん、納豆禁止。やばくないこの参考。これさ、ようやくしたらさ、あの一人暮らし、したいですなんだけど。極力ね。でもしないといけないから。いや、お前はあるだろ、だって流れてもさ、これをやってほしくないです、みたいな。あー、でもまあ、夜、うるさいの嫌かも、寝るときに。うるさいってどういうこと？なんかギターとか弾かれたら嫌かも。あー、なるほどね。ギター弾くでしょ？エレキギターね、ババってね。じゃギター NG。いや、夜ギターね。ナイトギターって書いてある。昼ギターは大丈夫でしょ。まあ100歩譲ってね。うん、でもあの可能な限り上手くなってから弾いてほしい。ああいいよ、うん、でも本当1個ギターあったら、うん、リビングで本当にテンション上がってる時、うん、一緒に歌うとかマジ気持ちいい。うん、それリビングで弾かないでうるさいんだからさ。あ、違う違う、だからお前も来んの、流れてるの来んの。ああ、お前もテンション上がってんの、その、うん、やったやったさ、歌い知りたいでしょって。俺が歌うの、ロビンソンとか歌うの。ああ、なるほど。それは好きだろ、うん、そういうのあっていいやろ。それはいいよ。合唱 OK ね。合唱 OK、はい、合唱は大丈夫で、ナイトギターは NG。じゃあ一緒にテレビ見るのは別にいいでしょ。まあよっぽどじゃないと見ないけど、うん、うん、だから合詞は OK でしょ。合詞一緒に見るとか言って合詞、まあ、合詞 OK だな、うんうん、ペットは。ペットはいなくていい。猫ちゃん飼いたいんだよね。あー、ちょっと僕いいかも。僕は何もしない、猫に対して。あ、どこら辺までじゃ、どれぐらいの動物なら OK？ ハムスターは？ハムスターはケージから出ないでしょ。出ないね。まあ出そうと思ってるけど。まあでもカサ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 っていうか、夜とか。結構夜行性だもんね、ハムスター。あ、そうね。うん。ナイトハムスター NG か。それはハムスターに決めさせてやれよ。結構 NG 多いね。手が言ってんだよ。これが一番うまいって、なんなら。じゃあ僕さ、その、浮遊能力ないから。いや、本当に極力やってよ。なんでだよ。いけるだろ。ほん、一回リアルに会えてみて。どんぐらいで歩くか。あ、もう何にも考えなかったら、そのこんぐらい。本気でやばい。あ、もう信じられない。マットしか、マット。ここら辺にマット。ああ。それなら大丈夫。なるほどね。あと絶対決めときたいことあるかな。日差しは俺向きでほしいね。それずるいよ。日差しは OK。タクト OK みたいに言うな。
タクト NG。タクト NG したんだよ。タクト NG にして。うるさいから、タクトさん呼ばないで。タクトさんね、これ。タクトさんのこと？あ、誰連れ込むの NG かも決めよう。ああ。うん、笹本さん NG な、うるさいから。あ、そういうこと？その関係性っていうよりか。そうそう。一人っす。そうそう。彼女とか親とかじゃなくて、笹本さんとかで。笹本さん NG。シュンさんとかも俺一緒に住んでたから別に OK。今さら。誰 NG？ 誰も別にいいよ。いない。やば、あ、そのスタンスやばいわ。うん、逆にダメ。危ない。怖い。変な人呼んでほしくない。基本芸人 NG だな。え、何静かな。芸人以外の友達はじゃあ。芸人以外の静かな職種だったらいいよ。ああ、それ。エステティシャンとかだったらいいよ。エステティシャンって静かなの？静かなの？それ、エステやってる時に静かなだけだって。飲んでたらうるさいから、エステティシャン。エステティシャンなのよね、静かな職業。それ僕はただその出張のエステやってるだけじゃないかよえ、芸人 NG なんだ。芸人うるさいもん。親親親、うん、極力 NG。 恋人？いや、やだ絶対。あ、そうか。見て僕がさ出したこんなん出してないのと一緒じゃん。いやいや、ナイトギター、ナイトギターと出したろ。昔も OK もこっち合詞までオッケーにしてたぞ。かわいそうじゃん、僕。いや、俺言ってもそんな NG ないよ。ああ。音だ、音だ、音だけど、俺、音関係だよ、多分。目覚まし時計は？まあ、しゃあないからいいんじゃん。ああ、まあ、そうか。音によるんだけどな。まあ、じゃあ。ジリリリリは、ちょっと、ムカついちゃうかも。なるほどね。一番優しいさ、アラームあんじゃん。てん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 あれに設定してるとさ、あれやばいよね。で、ちょっと人格疑うよ、うん、どういうつもりってなるよね、うん、目覚ましが足音いや、目覚ましならいいけど、あ、目覚ましだったらそういう抜け道、その抜け道見つけるのやめろよ。目覚ましが、うん、オッケーだったらしょうがないよ。目覚ましだからオッケー。目覚ましだからオッケー。じゃあ目覚ましなら大体オッケーだよ。目覚ましが笹本さんだったら、うん、いや、しょうがない。なんて言うんだよ、目覚まし笹本さん。起きろー面白いし、オッケー。目覚ましだったら大体オッケー。あ、目覚ましでやるわ、じゃあ僕。え、何を？このプリズンの抜け道、目覚ましだわ。いや、いいけど。じゃあ俺夜中のナイトギター目覚ましでオッケー。目覚ましだっていいよ。あ、じゃあ全然いけるわ。うん。うん、大体オッケーだ。でも寝ててね、ちゃんと。目覚ましまで。いや、いい。もう寝てるから。エサティシャン呼んで寝てるだろ、お前。その目覚ましがタクトオッケーさんだったらオッケー。目覚ましの納豆は？いや、それやだ。匂いは残る。音は消えるけど。納豆は本当 NG。あ、そうか。うん。ちょっとやっぱ、ナカルティンは、うん、食べ物を守りたい。違う違う、これその食べ物を守りたいじゃん。これはその普通に。そうでしょ。まとめると。マイナスを出したくないってだけ。俺は、音関係ちょっとセンシティブにお願いします。いやー、これやばいよ。お前もやばいよ。いや、これ家賃37ぐらいじゃないとやばいよ。いや、逆にやばいよ、お前。食べ物をたくさん食べたいっていう。そんな書いてないじゃん。自分の食べ物を食べたいって書いてある。ルームシェアしてまで、いっぱいお腹いっぱいになる。わかった、じゃあ僕の食べ物の周りに、こう魔法陣みたいな納豆をこう置いてる。あ、じゃあ近寄れないわ。うん。じゃあ近寄れない。バナナみたいな。うん。お前、納豆魔法陣ってバナナ守んなよ。バナナぐらい食わせろよ。え、いや、ということで、以上のね、ルールだったら僕は、ナカルティは、ルームシェアをできます。はい、できます。